鹿児島ユナイテッド FC 背番号8番の永田選手に来ていただきました。今日の試合での感想をお聞かせください。まあそうですね、まあとにかく勝ってよかったですね。見事な同点ゴールもありましたけど、あのシュートを振り返っていかがでしょうか。いやまあノリ、藤本がヘディングした時に入るかなと思ったんですけど、まあ、ポスト帰ってきたら反応しようと思ってうまく反応できてよかったです。そしてそれ以外にも惜しいシュートのシーンたくさんありましたが、振り返っていかがでしょうか。いやもう本当に、ね、あれは絶対決めないといけないシーンでしたし、あれ決めてればもっと楽に試合が進んだんで、またトレーニングから練習します。今日ホーム戦ということでたくさんのお客さん来てくれました。よかったらメッセージをお願いします。まあ、本当に力になったんで、その応援が、また今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。